私はね。はい。運営です。何ですか運営。運営や。運営さんってことですかはい。この際、運営に行ってきたいことをね。ここで、ま、てっぺんラジオやから許されるでしょうということで。マジですかはい。ま、やばかったら、ま、カットしてくれますかね。うん、多分。お願いしますね。ま、あ言っていいかどうぞ。あんな。はい。ご飯をな。はい。ホットミールにしてください。あはははは。リアルなお願い。 一番リアルのお願いそうあの握手会とかでお昼ご飯とかお弁当なんですよそうですね冷たくて冷たいご飯はあったかいねんねごはあは炊いてもらってるからあったかいねんけどあのさ AKB さんみたいなさ憧れるねんなあの握手会って NAB の握手会と AKB さんの握手会と2種類あると違いますよね AKB さん やったみたいな。本当に。毎回なんか、しかも、AKB さんの方は、あの、来んねんな、お店が。なんか美味しいメロンパンとか、タピオカとか、タピオカとか、アイスとか、ホットドッグとか、そう、毎回なんかどっか美味しいとこのなんか来てくれて作ってくれるっていう。う。NMB に関しては自分で焼くたこ焼きやからな。自分でみたいな。しかも、洗濯がないっていう。毎週たこ焼きって。 もスタッフさんがずっと焼いて、いっしゃーいって言いながら。まああれもあれで楽しいですけどね。まあ年々みらしさがあるって言っちゃ、そうやけど、まあ、ちょっと、もうちょっと俺ぐらいだ、まあ、してもらったらな。まあそのために私たちは頑張らないとね。頑張れないかな。頑張れないですよ。頑張れなしまーす。はい、すいませんでした。ごめんなさい。はい。なんですかね、運営に。あるでもやっぱり、まあご飯のこともありますけど。あ、こないだ、ツアー回ったじゃないですか。 東日本ツアーとか。ね、まあって、ですけど、バスで移動とかで、バスの、リクライニング。そう、リクライニングなんか倒れなくて。<laughs> <laughs> 本当に。そう。そう、なんか、そうなんかそう体痛かったです。ね、4時間ぐらい、あのー、すごいほんまに、遠いから。リアルに。 <laughs> あのね、石川県から新潟に行くときが一番遠くて、普通にずっと陸内にないこんな飛行機ぐらいの、背もたれを4時間ぐらい座ってきゃ。あ、大変でしたよね。もう移動で使えちゃったみたいな。本当に。これはもう本当みんなの、そう 私個人じゃなくて。そう。でもなんか、でもああいうの経験してると、なんかどこでも寝れるようになりませんなる。自分のなんか寝るスペース確保確保するんでるようになっちゃいますよ。みんな、あの、補助椅子、そう倒して、そこに頭ごそうやって、本当に寝れるようになるけど、だけど、だけど、お願いしますって、まあ4時間とかさすがにね。まあ、1時間ぐらいならね、まだそう、頑張りますから。そう、こちらもね。お願いします。やっぱね。でもまあ。他なんかあるかね。いや、もっと、 ほんまにカットされますからね。そうやな。言いすぎたらね。あ止められた止められたので、ここまでここまで私はね、はい。運営です。何ですか運営運営や。運営さんってことですかはい。この際運営に行ってきたいことをね。ここでま、てっぺんラジオやから許されるでしょうということで。マジですかはい。ま、あやばかったらま、カットしてくれますかねうん、多分。お願いしますね。ま、あ言っていいか どうぞ。あんな、はい、ご飯をな、はい、ホットミールにしてください <laughs> リアルなお願い。<laughs> <の>一番リアルなお願い。あのー、握手会とか、うん、で、お昼ご飯とか、あの、お弁当なんですよ。そうですね。冷たくて、冷たいね、ご飯はあったかいねんね。ご飯はあの炊いてもらってるからあったかいねんけど、うん あのさ、AKB さんみたいなさ、<う>憧れるねんな。あの、握手会って、NAB の握手会と、AKB さんの握手会と2種類あると、違いますよね。うん、AKB さん、やったーみたいな <laughs>。そう、ほんとに。毎回なんか、しかも、AKB さんの方は、<laughs> あの、来んねんな、お店が。なんか、美味しいメロンパンとか、タピオカとか、タピオカとかア、アイスとか、ホットドッグとか、そう、毎回なんかどっか美味しいところなんか来てくれて作ってくれるっていう。 NMB に関しては自分で焼くたこ焼きやからな。<laughs> <laughs> 自分でみたいなし。しかも、洗濯がないっていう。<うん S 2> 毎週たこ焼きっていう,う。<laughs>